アーティストからのメッセージをお届けしましょう。7分の22のメンバーからです。よろしくお願いします。アニソン R 漫画アニメ研究部を聞きの豆部の皆さん、部長の片岡かすみさん、こんばんは。7分の22の川瀬歌です。メリークリスマス。またまたコメント出演できてとっても嬉しいです。放送が12月24日ということで、私今年のクリスマスは7分の22のメンバーのみんなとちょっとしたクリスマスパーティーをする予定があります。みんなとケーキのチラシを見て、あ、これいいねとか、こっちもいいねとか話してる途中なので、ぜひクリスマス当日は楽しめるといいなと思っております。そんな7分の22は11月24日にニューシングル覚醒をリリースしました。今回のシングルは一歩踏み出そうとする人の背中をそっと押してくれるような力強い楽曲になっています。そしてこの番組は漫画アニメ研究部ということで、私の最近の豆部活動をお話しすると、私小学生の頃に図書室にあったブラックジャックっていう漫画を見るのがすっごく好き で、それが何年も前の話なんですけど、最近 YouTube に手塚治虫さんのアニメ作品を配信するチャンネルがあることを知って、手塚プロダクションさんの公式 YouTube チャンネルなんですけど、そこにブラックジャックの OVA 作品がたくさん配信されてて、最近それを見るのがすっごく好きで、特にサンメリーダのフクロウっていうのと、あと沈む女っていう二つがすごく好きだったんですけど、それを最近見てて、でブラックジャック熱が再熱しまして、新装版の漫画全17巻を大人買いしました。そんな感じの私の最近の豆部活動でした。ここで7分の22から少し告知をさせてもらいます。7分の22初のグループ写真集が現在発売中です。そして12月26日にはキャラクターライブが開催予定です。詳しくは7分の22オフィシャルホームページをご覧ください。北海道は今の時期、雪と寒さがすごいと思うんですけれども、ぜひ皆さん体調に気をつけて素敵なクリスマス、そして素敵な年末年始をお過ごしください。では最後に11月24日にリリースしました私たちのニューシングルをお届けします。7分の22で覚醒。以上、7分の22の川瀬歌でした。7分の22の川瀬歌さん、メッセージどうもありがとうございました。お届けしたのは11月24日リリースになったシングル7分の22覚醒でした。クリスマスはメンバーの皆さんとパーティーをするってね。すごい、皆さんメンバーね、仲がいいですね。どんなことをお話ししたりするんだろう。楽しそうです。そして川瀬歌さん、お話にもありましたが、ブラックジャック熱がまた再びということで、新装版全巻大人買い。大人買いというね、響きがいいですよね。たっぷりと堪能してもらいたいと思います。川瀬歌さん、ありがとうございました。7分の22、皆さんもこれからも応援よろしくお願いします。